バカな審判ないのに、あんなところやってることは何なんだって。ペンの力じゃない、あんたたちが言ってくるのもおかしいから、日本人的な感覚で言って。子羊が本当はね、この子羊のようにおとなしくしていたいですが。こんばんは、三輪和雄です。今日は池田大作さん、創価学会名誉会長が亡くなりました。これによって、創価学会そして、公明党はどうなるんだろうというお話をしたいと思います。池田大作名誉会長という方、昭和54年に創価学会第3代の会長から退かれ名誉会長になりました。でただ名誉会長といっても、もう世間では創価学会といえば池田大作さんということでずっと表面に出ていたんですが、平成20年、2010年から全く表面に出なくなりました。まあ池田大作氏の文章というものはもういろいろ出ましたけれども、ご本人はほとんど全く表面に出られなかったと。そして、今月お亡くなりになったということでございます。で池田大作さんは昭和35年1960年に、まあ第3代戸田常成さんの次の第3代会長になられて、今日まで、60年以上ですね、会長名誉会長職にあったと。先ほど言いましたように名誉会長といっても、もう実際には平成、20年まではずっと実権を握り続け、そして、創価学会といえば先ほど言いましたように、池田さんということで、まあ、実際にですね、昭和54年に名誉会長になられてからは、なんと創価学会としての会長は3人いらしたんですね。で第4代は北条博さん、第5代は、秋谷、さんという方、そして、現在は原田実さんという方なんですが、これ正直言って世間ではほとんど知られていないんですよ。もう創価学会といえば池田さん、別に池田さんが創価学会を作られたわけではないんですが、やっぱり60年以上にわたって、その創価学会の表の看板として池田大作さんという人がずっと世間では認知されてたわけですから、やはりもうここ十数年表に出なくなっても、実際にはという方もいらっしゃいますが、これは普通の組織と違って宗教団体ですからね、やはり池田さんという学会にとっての巨大なカリスマ、そして世間に対してもカリスマであった方が亡くなったという影響はいろんなところに出てくると思います。で創価学会もですね、4代の北条博さんから、3人の会長には、単なる組織の会長だと、つまり宗教団体としてのその指導者としてのではないんだということを、こう2002年に、会則を変えて明言してんですね。じゃあ創価学会としての永遠の指導者は誰かというと、もちろん初代の牧口常三郎さん、そして2代目の戸田常成さん、そして、池田大作さんと、この3人の方は宗教団体としての創価学会のもう指導者、師であると。で、その後の北条さん以下の3人の会長、この方々はまあ事務管理者というと語弊がありますけれども、いわゆる宗教的な指導者では必ずしもないんだということは、もう学会自体がそう言ってるわけですね。さはさりながら、池田大作さんあっての創価学会という意味で言えば、これからですね、まあ、原田実さんという方がもう今創価学会の会長として、前面に出なければいけないんですが、この原田さんご自身がもう今82歳なんですよ。ですから、遠からず7代目の会長というようなことも当然これは出てくるだと、来るだろうと思います。まあそうした意味ではですね、まあそのお亡くなりになったばっかりですが、今後創価学会がどういう方向に行くのか、
で、ここもですねご多分に漏れず高齢化の波というのがありまして、なかなかですね、会員の所帯数もこれ800何十万ということで言ってますけれども、ずっとそのままの数なんですね。ということは実際には相当減ってるんではないかということを言う人もいます。で、一方この創価学会が作った政党、まあ、これは池田大作さんの肝入りで、昭和39年に、公明政治連盟から公明党という党として、誕生したわけでございますが、この公明党もですね今非常に、逆風にさらされています。公明党としての一番の票を取ったのは、これはあの参議院の全国区というのが一つのバロメーターになりますが、2004年平成16年に、862万票取ってるんですね。それが、昨年の参議院選挙では618万になったと。で、あの衆議院のブロック、これはもう11ブロックで分かれておりまして、これの票もかなり減ってると。ですから今のところ600万ちょっとではないかと言われています。ですからこれも最盛期から見るとですね、とんでもなく下がっていると。そして、今年行われた、地方選挙ですね、まあ、地方選挙というのはもう、県会議員、都会議員からあるいは市町村議員まで含めての地方議員、これは今まで公明党というのはもう徹底的な票割りをして、候補者も絞ってほぼパーフェクトにで当選をしていたんですが、今回は過去最多の12名が落選をしたということですので、こうした意味でもですね相当ダメージが受けてるわけですね、公明党は。そしてそこに持ってきて、その心の師でもありました池田大作名誉会長がお亡くなりになったということで、今後公明党はどうなっていくのかということにも注目が集まっているわけですが、まあ、あの衆議院選挙これで公明党は少なくとも当分できない選挙どころじゃないだろうということにもなりますんで、私が前から言ってますように、来年の自民党総裁選までおそらく解散はないんではないかというふうなことも取り沙汰されております。で、まあ、いずれにしましても、まあ、衆議院はいずれはやらなきゃ、あの解散あるいは任期満了という格好で衆議院選挙やらざるを得ないんですが、その時も公明党はこれ議席を大幅に減らすだろうということが言われています。というのは、言うまでもなく大阪兵庫で、これ維新が候補を立てるわけですね。で、公明党は大阪では小選挙区で、これは自民と連携をしまして、4議席持っています。そして兵庫は2議席、関西で小選挙区で6議席持ってるわけですね。これが、大幅に維新に負けるだろうと言われています。で、今回の池田名誉会長の死というもので、引き締まって、ひょっとしたら相当関西でも頑張るんではないかという見方をする人もいますけれども、ここら辺はまだ何とも言えませんが、いずれにしても6議席丸々維持するということは、これはよほどのことがない限り無理だと思います。ということで言えば、明らかにここら辺でもう票が入ってくるということなんですね。で、これはどうしてかというと、やはりこれはもうその学会自体の高齢化ということもございまして、選挙に関してもやはり動きがかなり鈍くなっているということだと思います。ですから、一説によるとこれを契機に小選挙区から公明党は手を引くんではないかという見方をする方もいます。あるいは、政治自体に相当距離を置く。ただ、まあ、公明党というのはもうそれなりの政党でもございますし、地方議員もたくさん抱えてますんで、ちょっくらちょいと辞めるというわけにはそれは当然いかないと思いますが、
かつてのような勢いはこれからなくなると思います。で、問題は創価学会、まあ、公明党のこれはもう大支持母体ですよ。この創価学会が池田大作さんが亡くなった後どういう方向に行くのか。創価学会というのはご存知のように婦人部というのが非常に力を持っておりまして、今、女性部というふうに、名前を変えましたが、この婦人部という今の女性部ですね、つまりこの創価学会を支えてきた、女性の人たちが、まあかつての社会党的なですよ、非武装中立論的な理想論を言う。ですから、安保法制などに公明党が賛成した時も公明党本部前で、創価学会の女性たちが、デモをしたというくらいにですね、相当今の公明党の方向性には、不満を持っている人たちが多いんですよ。で、問題はじゃあ公明創価学会が、左傾する、そして公明党もそうなってくる可能性も一つあります。しかし公明党の国会議員というのはやはり、創価学会よりは政治の現実の場で、切り結んでいますから、あまり空想的なことは言えない。でまして、自民党の支援も受けてるわけですから、現実主義の立場に立たなければいけない。でそうした意味での公明党の中でも路線対立みたいなものはあるんですね。でもちろん創価学会の中にもあるんです。そうしたものが池田大作さんという、この人はもう十数年にわたって表面には出てこなかったといってもやはり、宗教団体としての創価学会、そしてその影響を受けている公明党にとっては、池田大作さんという方の影響力がものすごくあるわけですね。でこの方が亡くなったということで、公明党創価学会が現実より現実主義の立場に行くのか、あるいは、婦人部的な、お花畑方向に行くのか、これによって今後の政界を政局の動きも大幅に変わってくると思います。しかし私はいずれにしましても、もう公明党というのが、これはもう池田大作さんがご存命の頃からもう明らかに収拾力は減ってるわけです。これはもう票の出方で明らかなんですね。ということで言えば、今後公明党が現実路線に行こうが、あるいは、お花畑路線に戻ろうが、やはりもう自公連立政権というものは根本的に見直すべきだと私はもうかねてからそれを言っています。まあ今年とかは無理、それはもう池田さんが亡くなった直後はそれは無理だとは思いますが、しかし少なくとも近い将来は、これはもう自公連立を解消する方向ということにいかないと、やはり今の自民党がダメだという理由はもう様々にありますけれども、例えば LGBT 法案にしても、あるいは憲法の問題にしても、連立政権の一方の公明党というものが、ことごとく自民党の足を引っ張っているということは、これは間違いないことでございます。安倍さんの時でさえそうだったわけですから、今後岸田さん、あるいはポスト岸田誰になるかはまあ別にして、まあ、いずれにしても自公連立をやっている限りは、自民党が昭和30年の決闘の精神に立ち戻ることは不可能だという意味で言えば、やはり自公連立をこの際見直すべきだというところまで踏み込むべきだと思います。まあ、いずれにしましても、公明党が今後どちらの路線を取っていくのか、それを我々は注視しなければいけませんし、そして一方ではもう自公連立解消という声も高く上げていかなければいけないというふうに思っております。まあ、いずれにしましても今後の創価学会そして公明党の行方は、注視する必要があると思います。いずれにしましても日本を守るために戦いましょう、頑張りましょう。それでは失礼いたします。